海と日本プロジェクトの一環で行っている海洋ごみゼロを目指すプロジェクト、チェンジフォーザブルー。この活動を多くの人に周知することを目的にコラボ商品が登場しました。それが丁寧な仕事のアジフライ、チェンジフォーザブルー。手掛けたのはアジフライカンパニーで知られる境港市の門屋食品です。2006年に創業した水産加工食品メーカーで、主に沖ノ島周辺の日本海で獲れるアジからアジフライを製造、山陰両県のスーパーで広く販売しています。日本の海によって育まれたアジを 100% 使用しています。頭と内臓を取って開きにした後、一枚一枚骨、ゼイゴ、背びれが残っていないかを確認して、残っていれば手作業で除去しています。衣付けも人の手で行うなど、丁寧な仕事が当社のアジフライ製造の特徴の一つとなっています。アジが産卵し、その卵が孵化してすくすくと成長するのは豊かな海があってこそ。コラボ商品で使用しているトレイはリサイクルされたエコトレイ。袋の印刷に使用しているインクは植物由来の原料を一部使用するなど、環境に配慮した作りになっています。コラボ商品を通じて海に関心を持つ人を増やし、海の豊かさを守り、海にゴミを出さないという強い意志を皆様と共有し、日本の海と私たちの未来をより良いものにしたいと思っています。コラボ商品は丸号の鳥取島根各店舗で販売中です。一緒に海の未来について考えてみませんか？海と日本。